どうも、ウェダックスです。パソコンを1台どうしても必要になりまして、で、まあ古いパーツなら結構余っているんですね。例えば CPU とかもこんな風にいくつもあったりするんですけど、まあ使えるかどうかも正直わからない。もったいなくて、とりあえず CPU だけ抜いておくとこんなに溜まっちゃったっていう感じで、で、マザーなんかも結構こう、ここにもね、ここずっと出てたと思うんですけど、こんなんとか、まあこういうのとかあるんすよ。だからこういうのを使って1台パソコンを組もうかと思って、でもずっと置きっぱなしなので動くかどうかもわからないので、動くのを確認しながらちょっと組み立てていきたいと思います。で、人のために作るのでケースが必要で、事務処理で使うということなので、基本的にスペックはそんなにいらないんですけど、小さい方がいいだろうという感じですね。で、これもとりあえず探してきました、事務所から。で、まあ動くかどうかわからない SFX 電源ですね。まあこれが動くかどうかわからないので、これをやるのと、まあ汚いんですよね。掃除をちょっとしないと。一旦バラしてあるんですけど、これを組み立ててパソコン1台作れないかっていう感じですね。で、とりあえずまあ目の前にあったこのね、USB3.0 がついている、なかなか良さそうなマザー。これだいぶ前に動くテストをさせたと思うんですよ。まあジャンクですよ。これはまさにジャンクで、捨てられそうになってたパソコンからマザーもらってきた感じなんで、それをちょっと動くかどうかチェックして、動きそうならこれでいこうかなと。で、電源もこれが使えそうなら、 SFX 電源に予備なんかさすがにないんですよね。なんせね、マザーと CPU と DDR3 のメモリーとかは結構余ってくるんですよね。ただインストールメディアになるような SSD とか、そういうのはさすがに余ってこないんですよね。まあでも SSD も探したら 240GB が1個ありそうなので、そちらでやりたいかなと思います。はい。そしたらとりあえずケースは置いといて、マザーがね動くかどうか確認したいと思います。マザーの動作確認ですが、私はこういう古いマザーはね、とりあえずメモリーエラーが起こるかどうかを確認します。前にも一度やってるんですが、まあ、主電源挿して、で、CPU ですね、ちゃんとね8ピンなんですよね。だから結構いいマザーですよね、これ H87ME で。 CPU も何ついてるかわからないんですが、後で一応ファンを外してグリスは塗り直すかな。で、ビープスピーカーですね。で、ビープスピーカー挿して、で、パワースイッチですね。これリセットやけど、まあショートできれば何でもいいので、パワースイッチを挿しました。はい、こんな感じね。ビープスピーカーとパワースイッチね。で、電源、これだけですね。これで一度電気を通してですね、スイッチを入れてメモリーエラーが鳴れば動くんじゃないかなと思います。それではスイッチオン。 OK ですね。このピーピーピーっていうのがメモリーエラーですね。これが鳴るっていうことは動きそう。はい。そしたらこの流れで、BIOS の画面出るかも確認していこう。HDMI ですね。挿して、で、DDR3 のメモリはね、意外と余ってくるので、この辺にあると思うんですよね。これ DDR4 や。これか。これは DDR3 ですね。まあ、の溝の位置がね、違うんですよね。うん。DDR3 1枚あったので、そしたらこれをつけてみて、起動して BIOS の画面が出ればいけるんじゃないかな。まあ CPU は事務処理だったら、あの古いパソコンでも、インストールメディアが SSD ならそれなりに動きます。はい。そしたらドンと、あ、じゃあスイッチ入れてドンと、はい、これで起動時ピッていう音さえ鳴ればね、画面は出ると思うんですよね。メモリーエラーは今一応出てないですね。
ピって言わないですね。あかんのかな。動くと思ってたんですけど、メモリーエラーが鳴るってことは結構もうちょっとのところで、ひょっとしたらスロットかもしれないので、念のため違うスロットで試す。メモリスロットもね、意外に壊れてることがありますので、でまあこのメモリ自体も壊れてない保証はないんですけど、もう一回ちょっと電源をオン。あ、P 言うた。スロット変えたら、なりましたね。はい。BIOS の画面も出た。ひょっとしたら2スロット目死んでるかな？ちゃんと 4GB のメモリーを認識してますね。念のため、もう一回2スロットに戻してみよう。もしダメならこのスロットは避けないといけないので、まあ別に4スロットあったら2、あ、電源入った。2スロット動けばいいや。まあ、ね、多分電源切るタイミングが悪かったんです。こういうことすると結構視聴者さんに怒られるんですけど、こんなんで壊れたこと私ないんでね。あ、動きましたね。あ、差しが甘かったのかな。はい。ほんならこれで行きたい。あ、画面がおかしくなった。あ、電源が切れた。あれ？あ、メモリーの接触が怪しいんやな。メモリーを触ったら飛んだんかな。あ、メモリーを触ったら飛ぶね。これぐらいでおかしくなることはないはずなので、ちょっとやっぱスロット怪しいな。まあメモリーなんでね、刺したら触らないところなんでいいんすけど、多少の振動はいくじゃないですか。だから今ので画面が飛ぶようなら、 Windows 触ってる最中にね、同じことが起こったら嫌なので、これで BIOS が出てきてね、大丈夫でしょ。多分このスロットは多分パソコンが揺れただけで飛んでしまう可能性があります。こういうスロットは使わない方がいい。はい、 OK ですね。動いたので、次は SFX 電源、この古いサイズかな、サイズの 300W。 まあ大丈夫でしょう。容量的には問題なさそうですが、どうかな。CPU のところが、さすがに8ピンはない1ピンなんですけど、別に1ピンでも、1ピンっていうか4ピンでも動きますので、4ピン1個でいきたい。こうか。はい。こんな感じね。4ピン1つと SFX。で、これにはスイッチないんですよね。だからよく言うところの、これを挿した瞬間から電気が流れてるんで、ショートすることがあるよっていう話なんですけど、私はないんですよね。だからって大丈夫とは言いませんけど、基本的にない。はい。これで電源入れてみよう。ファンがね、ちゃんと回ってないとダメなので、電源オン。お、回る。あ、そんなにうるさくもない。あ、いけそう。あ、静かや。オッケーオッケー。電源オッケーね。マザーもオッケー。ほんならケースに入れてしまっても、いけそうですね。よしよし。これでなんとか1台組めそうやな。ほんなら、ちょっと SSD 探してきます。SSD 見つけました。240GB。キングストンですね。結構もう古いはずです。ホコリだらけですね。ちょっと掃除、軽くホコリは取っときたいね。はい。240GB あれば、
大丈夫でしょう。まあどれぐらいね使われたものかも正直わからないんですけど、まあ SSD を使えばですね、パソコンはそれなりに快適です。でメモリーも 8GB あれば快適です。ノートパソコンよりやっぱりその辺はデスクトップは優秀で、パーツ自体も5年ぐらい前のもんなんですけども、やっぱデスクトップっていうだけで本当に使ってみたらわかるんですけど、まあ、こんなに使えるものなのかときっと思います。そしたらどうしようかな。 OS のインストールを先にした方がいいかな。で私は個人的にこの状態で動くことを確認した上でパソコンは組んでしまいたい方なので、いつもの流れの通り、そしたらこの状態で OS をインストールします。で、まあ SSD つなぐんですが、まあ気をつけたい方はここで電源をね、この前ノートパソコン紹介した時に僕電源をね、バッテリーを抜かずにメモリーを抜いたんですけど、ああいうのはやめときましょうね。ただですよ、壊れたことないです。じゃあ SATA ケーブル用意して、 SATA ポートも全部生きてるかなんて保証もないんですけど、これを挿してですね、別にどこでもいいかなと思いますんで、挿して、まあ、できれば0ポートに挿した方がいいかな。まあいいや、このまま SATA の電源を取って、はい、この状態ね。この状態で Windows 10 USB 3.0 あるの優秀ですよね。こんなジャンクパーツで。これほんま拾ってきてよかった。で、キーボードマウス挿してる。OK。ならこれで電源挿して。電源挿して。スイッチオン。SSD に OS 等が入っていると、それが起動しちゃうことがあります。SATA を認識しましたと。で、一度 BIOS を設定しろみたいな画面が出ておりますね。はい、おー、かっこいいですね、この ASUS の UEFI BIOS。 で、ブートメニュー、F8 でブートミニ、ちょっとね、キャプチャーしてないんですいませんが、時間も合ってないですね。BIOS 電池飛んでるかも。F8 押して、起動ドライブを、UEFI のシリコン、USB です。はい。これでアクセスランプがチカチカし始めたので、10のインストール、いけると思います。で、10のインストール画面が来たので、今すぐインストール。中身を消してクリーンインストールします。特に操作は難しくないと思います。はい。で、まあ、インストールができたら、とりあえずプロダクトキーはありません。で、インストールしたいオペレーティングシステムを選んで、同意して、で、カスタムで削除。入ってるものは全部削除。削除。はい、これでインストール開始しましたので、インストール終わりましたら、ちょっとケースにこれをきれいに収めていきたいと思う。で、ケースもちょっと汚いので軽く掃除しときます。はい、一旦終わります。正常に OS のインストールできましたので、ケースの方に組み込んでいきたいと思います。そしたら一旦これはシャットダウン。そしたら電源を外して、一応ねグリスを塗り直しとこうかな。多分問題ないとは思うんですけど、多分正論なんで。ね、グリスはガッチガチやから、
くりっす。まあ綺麗に取れたと思います。そんなにね熱を意識しないといけないような CPU ではないですけど、一応グリスをきれいに拭き取って新たにグリスを塗っときます。多分リテールクーラーのグリスそのままやったと思います。グリスは好みによるんでしょうけど、これぐらいで個人的には全然大丈夫やと思ってます。はい、そしたらこれでもう一度 CPU ファン乗せて、カチッというまで、カチッというまで、あれ、あれ、カチッというまで、カチッというまで、はい、ちゃんとこれで CPU 取り付けられております。じゃあマザーをケースに固定する前に、電源やな。正直覚えてないんですけど、ここについてた電源を私は外してるんですね。多分こうついてて、なんじゃこれ、こうついてて、でどうついてたんやろ。あ、これ線で、こうか。うん。ぽいな。多分ね、こうついてたんじゃないかっていう感じで電源はつけときました。正直わからない、はい、あとは配線ができるようにケーブルを中に通しといて蓋をすればいいと。特に配線等が引っかかってたりしてなければ大丈夫かなっていう感じ。はい、OK かな。ほんならこれにマザーを固定します。マザーをとりあえず仮止めですね、できましたので、パワースイッチとビープスピーカー抜いておきます。で、この辺ね、これなんやろ、パワー LED とリセットスイッチ、パワースイッチ、この辺の配線をします。終了。で、一応ケースファン、うるさかったら外したいかなと思うんですけど、一応ケースファン、電源あった。はい、ケースファンつけて、あとは USB とオーディオですね。フロントオーディオ、フロント USB 使うならですけど、使わなかったら別に配線なくてもいい。はい、配線できました。あとは電源ですね。マザーの種、で CPU ですね。これで一応形としてはなったかなと思います。で、まあ配線とか本当綺麗にしたいんですけど、次に SSD をつなげないといけない。で、 SSD を固定するやつがこれ、SSD ってここに書いてあるんで、ここに SSD 固定します。はい、 SSD ですね、ここに取り付けられましたので、これで
OK かな。これを入れて、こうっすね。ここにネジがいいのか、平たいネジなんかあるかな。とりあえずこのままいきます。このままいって、後でちょっと綺麗にし直しますんで。これで、あとは蓋、どこやった、蓋、とりあえず形にできてしまえば、動いてしまえば OK っていう感じです。はい、あ、 SSD に電源させてなかった。ネジが足りんかったりとかいろいろしてるんで、後でちゃんともう一回組み直すとは思います。これで蓋すれば、まあぐちゃぐちゃですけど、パソコンになれば OK っていう形で今回やりました。どうでしょう、完成じゃんと。これで動けばね OK にしときたい。はい、そしたらあとはまたキーボードとマウスつないで、で HDMI つないで、多分ね BIOS の電池切れてると思うんですよね。だから最初に BIOS の画面が出てくるんだと思うんですけど、まあそれはそれで OK。 はい、どうです、見た目立派なパソコンができたでしょ。そしたら電源入れます。スイッチオン、電源ランプついたね。で、ビープスピーカーついてないので起動音ないかな。一応ファンは回ってる。あ、BIOS の画面出ました。で多分ねこれ電池切れてるんですね。とりあえず強引にブートメニューから Windows を起動させます。いけたでしょう、完成じゃんと。立派なもんでしょう。まあ中身がねかなりぐちゃぐちゃなので、これは後でもうちょっと綺麗にし直しますが、まあ、こんな感じでとりあえずジャンクパーツ一式でパソコン1台作れました。はい、 OK。 はい、本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。